違うです。シーンって強くないよね。そうでもないよ。チーズ準備しよう。うん、卵入れた方がいいよね。粉入れてからじゃない？え、辛いよ。マジ？食べてない。食べるけど。ここに唐辛子入れたいところだけど。絶対やだそれは。なんでそんな辛さ強いん？強くないけど、ふうふう言いながら食べるのが美味しい。これこれ。皮がね、細かくして。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。わかめもっと入れる？超お腹いっぱいになる。これ夕飯いらないね。え？多分。は？今何時だと思ったの？これ、本当にお腹いっぱいになる。もっといるでしょ。もっと入れる、わかめ。いいんじゃない？いいんじゃない？いただきます。いただきます。いいよ、取って食べて。汁もあるよ。チーズは後でいいよね。うん、いただきます。でもよく食べてたよね。うん、二日酔いの日によく食べてた。なんで？なんか食べたくなる。チーズ入れていい？いいよ。とりあえずこんな。コク足りない。うん、なんか足りないよね。辛ラーメンいつも足りないって思う。コクがコクが足りない。なんか出す？味噌かな。玉ねぎ麹。玉ねぎ麹もない。え、なんかいつも足りなくて、だから水をすごい少なくして卵入れて、粒入れてたんだったっけな。麺が絡む。うん、よし。マシだけど、なんかコクが足りないんだよな。ごま油？めんつゆじゃない？うん、それから出汁じゃない？出汁、クックさんの出汁。ちょっとここだけで確認。けど和風になる。でも美味しいかも。ね、こ
これと醤油じゃない？美味しいよね。うん。入れる全部。うん。醤油って感じする。これ全部入れていっか。和風じゃない。和風になる。豆板醤入れればよかった。でももっと辛くなる。こっちじゃん入れると美味しいんだよ、ここ。美味しそう。ほんと甘酒とかさ、甘酒と味噌でこっちじゃんだから。え、美味しそう、甘酒。でもないから。卵できたようですじゃん、ほら。黄身だけだ。うん。ありがとう。辛い。辛いよ。これ美味しくなった。卵と一緒に食べると美味しいよね。え、うまそう、その卵。まだある、もう一個いる。うん。痛くない。痛い。ちょっと痛い。うん。うん。ああ。ガッパフライス並みの辛さ。うん。子供より味覚麻痺してんでしょ、うん、苦味とかの感覚がね、辛味もだよ、絶対。辛味って耐性がつくんだよ、うん、だから食べれば食べるほど慣れるの。そうなの。うん。だ、韓国人は離乳食からさキムチ食べてるらしいじゃん。やばすぎ。うん。美味しい。私わかめもっと入れてもいいぐらい。うんうん、美味しいよね、うん、入れる。うん、全部入れて。やば、うん、この汁がなくなるぐらいが好き。ドロドロ、ほら。美味しそうに見えない。辛さしか感じない。え、私コクあるよ、もう。マジ？うん、マヨネーズ入れたらある。これもう自分で入れて。え、自分の場所に。うん、もうお腹いっぱいね。やば、辛味しかしないって感じ。てかもう苦い。苦くない？だし？うん、苦いんだよな。どうしようね。食べれんの？うん、食べられるよ。大した量じゃない。
もうお腹いっぱい。ここまで食べたんですけど、もうお腹いっぱいです。もう眠い。韓国のラーメン大食い見て、めっちゃいいなと思ってやってみたいなと思ったけど、もう食べられないわ。ラーメン10個も食べる人、ほんとすごいわ。ギブです。また後で。